よう来ました。よう来ましたね、おはようございます。おはようございます。よう来ましたね。ありがとうございます。おはようございます。お邪魔します。おはようございます。グンピーです。おはようございます。ちょっと、何も置き場もないんですけど。はい。じゃこれだけもらって。はい。すいません。よいしょ。よいしょ。靴、多いですね。靴多いんですよ。これも減らした方なんですよね。うん。そうなんですよ。本当にもう靴の上に置いてもらって大丈夫なんで。いい感じですね。なんで怒ってんだ。おい、ひどいです。あ、どうも、すいません、お邪魔してます。なんで怒ってるんだ。怒ってないんだ、これ。あ、レンタル。あ、レンブスさんです。あ、本物だ。お邪魔します。お邪魔します。すいません。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません。僕も。ダメなんだよ。ダメなんだよ。うん、まあ、とりあえず、はい、じゃあ。そうですね。僕がリビングで、はい、あとそれぞれの部屋で、はい、今僕の部屋なんで、あそこで、ちょっとあそこに。あ、こっちですか。また会いましょう。はい。そうなんですよ。また。はい。出るんですよね。はい。おいす、また。いってらっしゃい。おどす。はい。まあ、こちらが通すね。ここが、僕と、あ、デンタルブサイクルで。あれの、見てくれ。ほとんど泣き顔が汚してます。いやいや、違います。レンタルブサイクルをしてます、ね。レンタルブサイクルは全然。グンピさんはどこで寝てるんですか？僕もここです、ね。あ、押し入れから。そうなんです。今、布団をランダムでこう移動するっていうシステムに、夏は移行してまして。はい、あ、暑いから。そう、ね。押し入れクーラーない。押し入れクーラーないので。部屋が使える素晴らしい環境。いや、違います。すごい独自の文化。違う。あ、じゃあ嘘だ嘘だ。寝室と、まあ、それ以外。違うんだ。じゃあ今はここに、ここで寝てるって。毎月の半分をここに寝て、はい、大月の半分を木田さんの部屋で寝てて、僕は部屋が与えられてないので、あ、はい、その半分ずつ使っていって。なるほど。なるほど。家賃はいくら？僕家賃 1.8 万円ですね。1.8。1万8000円ですね、はいはい。まあまあまあ。はい、18,000円です。そうですね。みんなが27,000円。そうですね。それぞれ生きてますね。で、こんな話したらなかっただろ、今日は入らないって言ってたじゃん。そんなこと言ってないよ。そんなこと言ってないよ。今日は入らないって言ってただろ。僕が寝る場所ないんだ。まあ、15日お前のその態度は。これ。付けを返してるからな。返してくれた。これ大丈夫か。じゃ、ここの2階。ここは、だからもう、これがもう、はい、あの、物語ってる通り、グンピはもう今嘘をついてます。あ、こんなところに寝れるわけないじゃないですか。待ってくれ。やらせですか？待ってくれ。待ってくれ。となると、まあ、ここに住めるってことですね。まあ、そうですね。人は一応ここに、この半分はこうできるので。はい、まあ、上半身が確かに。はい。ここ布もだから前もあったんですが、ここにつけるところが、はい、これもまあ、今日やろうと思えばできますね。かなり清掃が行われたところですね、うん。あの、ブレるんじゃないかと思って。本当に全部床の横がなかったんで。はい、僕と長田で二人でやったんで。はい。ブロッカーはあの人の布団で寝るのが好き。ああ、はい。あの、さっき見ました。人の布団で寝るのがすごい趣味で。いや、違う違う違う。ピーターはいい趣味とかではないです。ピーターさんが帰った後、その布団で寝ると思って。いやいやいや。違うんです。それで長田が帰ってきたらもしかしてピーターが。いい布団買うかどうかで。いやでも別に、ね、古川が盗むかどうかで。いい布団買っちゃったら多分古川が勝手に。勝手に寝ちゃいますね。寝ちゃいます。そうなんですよ。落ちてる、どうなってる、どうなってる。これは、この家にはこの家のバランスがある。なるほど。OK。危ない危ない。よし、これ壁に。お、完璧だ。完璧です。ピーター、ありがとう。散らかってたうちが、ビニールに入れよかったんだ。木田さんのおかげですよ。木田さんのおかげなのか。はい。はい、痛い。おっと、おっと、やばい、やばい。危ない。危ない。これ、感じましょうかね、これ。
これもじゃあ全部リビング。あ、ありがとうございます。リビングで。はい。あざます。古川さんの枕。あ、俺のぬいぐるみだ。古川さんの僕が全部来る時の枕じゃないか。おーい。顔下にして。よく寝てるよ。それ分泌のやつっすよ、つっても。あ、お。俺回してるか。回してるよ。古川さん。俺、ぬいぐるみ何個か捨てたよ。絶対捨てないと思った、ぬいぐるみはよ。かわいそう。売るか。これ、Tinder の世界最速スワイプ。お前、めっともらうことすんな、お前。おい。コツがあんだよ。なんだコツって。やや右斜め下にスワイプするっていう。俺、何分やってる？俺、30分だよ。おい。腕おかしなんだろ、お前。もう俺の中指に指紋はねえよ。どんな表情なんだ、お前。おい。まばたきもしちゃいけねえんだよ、30分。おい。人間の尊厳とかよ。考えようぜ。よし。お、終わった。よし、終了した。30分？うん、30分。見ろ、この汗の量。いや、すごっ。これわかる。これだけで息切れてるじゃないですか。使わないです。さっきピーターランニングしに行ってたけど、はい、やる必要ない。ティンダーでいい。ティンダーやればランニングいらない。いや、すごい。いや、すごい。汗よ、これ。おい。これがティンダーだよ。これティンダーじゃねえよ。もっとゆっくり見んだよ、ティンダーって。一番すごい。ルーガーは、ルーガーって一番すごい。あ、でも。あ、思ったより。大丈夫。結構。これ出ます、掃除。ちょっとできてないんですけど。あ、匂いだいぶかってな。あ、ほんとに匂いないですね。いや、匂い、どうすかね。まあ、こんな感じですね。ちょっと、まあ、どうせ片付けたかったんですけど、ちょっと時間がなくて。時間奈良田さんはどこに？奈良田はここですね。はい。で、奈良田がいないときは、この布団をちょっと借りて僕が寝てる感じです。はい、古川さんが勝手に。古川さんはじゃあ、どこに？奈良田がいるときはここに。あ、ここに最初の。これだ。ほとんどなんか、布団よりも、あの、これは掛け布団です。掛け布団ですよね、これ。はい、敷布団にして、はい、敷くやつにして寝てます。痛くないんですか、体。体は痛いです。まあ、奈良田が聞こえないことが多いって、こっちを借りてます。最高の布団ね。はい。こっからここに行くんですもんね。そうそう。奈良帰ってきたら、こっちに行って。あんまり。最高級の布団から、はい。布団問題。そうですね。あ、そうか。そうね、じゃあ布団、あれだってアマゾンで買うと。はい。ああ、そうそう。最悪ではなく、普通に。もう、その購入を。一応僕洗ってるんだよ、布団が。はい。あ、ここ、僕の布団が、これ見たの布団です。一番最弱の最も薄い布団。もちろん洗ってますよ。ありがとうございます。もちろん。はい。暗いですね、なんか。ここまでそうなんですよ。ああ。まあ、壊れてんだよね。これね、押せば光るんですよ。ああ。じゃあ大丈夫ですね。押せば。まあ、でも、はい、靴探して、目で。で、覚えたら、こうやって。まあね。こうやってます、僕たち。あ、じゃあ、やります。あ、ピーターさん。あ、ありがとう。はい。あれ、いきます。押せます。あ、そうそうそうです。これが礼儀ですね。これ、家のルール。誰かが押してあげる。おはようございます。いってらっしゃい。痩せてるな。確かに。怖っ。ね、いや、マジで痩せすぎでしょ。パーも大差ぐらいですよね、全然。綺麗。すげえ。夏。夏。夏。おるもんね、俺も。
うわぁ綺麗っていうか、綺麗だね。いや、でかっ。でか広いね。これありますよ、これ。こっち開けといてください。めちゃめちゃ出ました素晴らしいお前に関係のないスペースだから。すげえな、でもこれ。いや、すごい。あ、いやいや。トイレ。これで？なんか、綺麗すぎるな。すごい。おい。おい、話しすぎるから。ほんとここでいい。ええ、うちどこでいいぐらいですよ、本当に。結構居心地はいいですね。自分は一人で空間でやるわけじゃないですか、ここが。だからそれがなんか居心地がいいですね。満足してないですよ、ちょっと。ここにあります。えここの支えの、ここの支えの絵。ほら、やっぱ悲しいな。あれ上がなんか違ってますよ。え上がなんか違ってますよ。いや、別に違ってないです。あれこれ助かっただけだ。一回クソしすぎてつまらしたトイレ。729バキバキ童貞研究対象解剖してくれよあいつを。かわいそう。かわいそう。バキバキ童貞かわいそう。10年後20年後どうなるの。 YouTube 見てるケツが言う、あいつバキバキ童貞かっこ笑い。俺が一緒に見た時ゲーム出されて笑われてたって。かわいそうすぎ。 Twitter もわざわざ外国からグッピーを見るために来てる。イエー、解剖するグッピー。中身何、あいつの予備軍うつっぽくフィンタ、フィンタ最後打ち込んだのに何も反逆する絶賛棒みたく。怒りのアフガン、怒りのバキバキ童貞、噛みつかめる食感一発持ってく。最後の YouTube フィンタに仕返しする。グッピーの人生考えてたら俺なら絶対変わるのは嫌だ。バキバキ童貞には変われない。バキバキ童バキ童かわいそう。バキドー、親が見たらどう思うかな。自分が産んだ子供がネットのおもちゃ、やってる PV、みんな見てるし、その誠に感電す。のセリフが一人歩きしてる。バキバキドーってかわいそう。みんなのおもちゃ、みんなが笑ってるぜ、バキドー。どうした？外国から来て、お前を笑いに来た、ピーター。おい、いやいや、来てない、来てない。やめろ、専用グラフやめろ、それ。So I put up some curtains and some sheets on the wall, and then I got some lights and a bookshelf, fake plant, and then you can close the curtain like this and you get some personal space. But even if half of the body is outside, これこぼれんの？こんなの。あー、うまいやつ、それそれね。わらびもち。
美味しい。結構贅沢な、めっちゃアイスなんですから。ちょっとうまそうに食ってるかよ。ねえ、うまそうに食ってる。辛すぎた。ジローを食べ過ぎて死んだ人がいるの。だからね、それは嘘っていうもんなんだよ。本当だ、もうあんなギトギトのラーメンばっかり食べて健康でいられるわけないじゃないか。ピーターだってそう言ってたし、人類がみんな50歳で死ぬ。ピーターがそんなこと言ったのかい。言ってたの、見なくても分かるわ、あんな体に悪いって。お手並み博士からすぐにガンチブへ来るようにと連絡があったよ。分かった、ピーター、今度一緒に草ラーメン食いに行こう。もう分からずや、いいわ。早死にし、棺桶の中で後悔したらいいが、あんなの食べなきゃよかったってね、ペコラ。おい、おごりが舞うからやめてくれ。うん、あごりさせてくれよ。あんなすごいよ。ああ、いや、これは使えるはずね。使えねえ。ごめんよ、いつも使えない映像ばっかりで。ごめんよ。使えねえ。使えなすぎる。ニンニク野菜。そう、ニンニク野菜。ニンニクは？ニンニク野菜。そう。ニンニクは。はい。トッピングは出ましたね。おいで。トッピングは油ニンニク。もうちょっと。出ていけ。トッピングはニンニク野菜。いいね。いいよ。これで、ね、これ。いいよ。オッケー。はい。So we just finished eating at Jiro, and right now it feels like I never want to eat anything again in my life. It was a tough battle. Oli, 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 Oli. Ah, これどうで使うんだよこのやつは。これ絶対使えないでしょ。1秒でも使えるし、何度か今まで。いや、ないね。こいつ、ナッツ食ってます。ナッツもピーターも俺の炭酸水飲んでたよ。いや、それお願いしてた。ずっと食ってる。そして、どうだ行っていいのか。ああ、いいですよ。いいの？おう。いや、あの時も、ちょ、待ってよ、じゃあ、いやいやいや、いいですよ、食べて、いい、食べていいですよ。分かりそうだね。いやいや、僕ちょっと買いすぎたんで、お腹空いてて。それかわいそうだ、ほんとに。いや、なんか、いいですよ、いいですよ。まずこそ。いや、ここら辺、ここら辺どうぞ、どうぞ。いや、まずおめえじゃ、置けよ、それよ。これ置いてどうなるんだよ。いや、もういらない。もういらない。おぉ！いや、これはちょっと。呆れるぜ。呆れたぞ。これはさ、こんなことが許されるんだったら、もう、何でもありになってくる。理性のある生き物の行動じゃねえだろ。おめえに言わせる。俺は食でお前のせいで。いや、今のは、今のおかしい。行こうと出たじゃねえか、お前ら。いや、違うよ。だから、おい話し合い、おい話し合い。軍兵が言ったか、なんかちょっと聞いただけじゃねえか、すげえ。やっとつけんなよ、お前。いやいや、でも置いた上で話し合おうって感じで見事。軍兵のファンだ、軍兵その一声で。俺もその軍備の人がある前に触っちゃったんだよ。いや、でも、触って、それは、触ったぐらいはもう触った寿司を置いてもどうすんだよ。その寿司がダボーどうなの？じゃんけんでやってもいいかって。俺はピーターとの間の話はついてるんだよ。あれはピーター自分食べましたか？たこ焼き1個。はい、食べましたよ。この、お騒ぎに上手行くわけねえだろ。ウルカザン欲しいんですか？たこ焼き、いいですか？いや、どうぞどうぞ。たこ焼き僕じゃいただきます。すいません。お前これ寿司と何が違うんだよ。ピーターどれだったほら、もうすごい。これとか。グランピー、ほら、もう触ったってグランピーどう思うんだよ。さっきだけいいやつとしてよ。誰が一番悪いんだよ、これ。ありえねえだろ。
俺は正面からぶつかって炭酸水もあげるって話もしたよ。ビーダー。いや、いいんすよ。もうみんな食べてくれて嬉しいだけ。これ、えらい、そういう。この一貫が俺の人生を厳しさを失うんだよ、これ。恐ろしい話じゃん。やばすぎる。座っとけよ、これは。洗うべき顔は。おかしいよ、ちょっと無理だよ。再開争いだ。本当におかしいぞ。そのほら。うろちろしてんじゃねえか。日が動転したのもわかるけどよ、うんこ漏らしてな。ちょっとつい逃げだよ、ごめん。ちょっと。お前、1位だよ。1位ランキング、本当に1位だよ。申し訳ない。そんなわけはね。それはマジでさすがにだ。これ衛生観念やっぱすごいな、やっぱ。一番ありえない行為だとは思えないもん、ほんとに。いや、おめえ一番汚いってほんとに、これは。それは認めてくれ。さすがに。この家で一番不潔だってことは認めてくれ。申し訳ない。いやゴミを溜め込む行為とか比べたら、どっちが気付けそうじゃん、不潔。いや、まあ、島に関してはやっぱり、島田さんも寛大なんでね。その島に対して許してるみたいな。僕の1位がやっぱ木田さんが糖尿病かもって言って自分の尻尾飲んだのが1位で。それが1位。あの糖尿病ってどうだったらなってます。おしっこ甘かった。え、マジっすか。ダンってトイレ行って、ダンって出てきて、大丈夫でした。俺が1位で、まあ、結構これに近いよ、篠原のこれは。うん、これ。ここまでじゃないけど、それぐらいダントツでしたけど、近いものがある。洗面所っていう顔に近いところに、このものを乗せ、ね、下腹部のものを持ってくって意味では、それに近い。グンビさん、何見てんすか？家族連れを見てますよ。ああ。で、赤ちゃんがいっぱい泣いてて、子供がね。うん、この子供も20年後には大人になって、うん、なんか、嫌なやつになるのかと。そういう確かにこう木田さんの子供の頃の写真とか見るとね、うん、なんていうか可愛らしいですよね、はい、そう考えるとそうなんですよ悲しいですかうん、まあ、子供という現象は素晴らしいけど、はい、そうですね大人になって、うん、みんな結局みたいなそうですね人間ってのはたくさんいますから、やっぱ。子供の中にも、まあ、いい人型の人物になるものもいれば、うん、まあ、もちろん普通の生活を送るものもいれば、まあ、まあ人に恨まれるようなことをする人もいればと思うと、なんか不思議だなと思って、いました。バキド、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 バキうん、今あのバキドーさんがイベントで何を話すかの内容についてメモってるところですねそうですね本番とは見ないと思うけど一応自分の中でちょっとだけ整理みたいな、うん、あのバキドーさんは今日寝てないっていう噂を聞いたんですけどいや寝てないですよ今日何かあったんですかいや朝同居人が叫んでたから同居人ってレンタルブサイクとサスペンダーズの古川が叫んだら出れなかったいつからいや、もう朝7時とか8時じゃないかなマジでそんな早く起きてんのレンタルブサイクとわかんないですねレンタルブサイクはゲームしてて、はい、お母さんはもう俺はみんなも夜騒ぐんだから俺は朝騒いでいいはずだって言って自分を肯定しましたへでもだって古川さんの部屋がちょっとね離れたところにあるじゃないですか、うん、そう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 その被害のレベルが違うじゃないですか、ね、でも古川に関してはその明確な悪意があるというかああじゃあ許さないで
怖いですね。やっぱり僕はだから古川さんが一番怖いです。あ、しょうもないやつ、ね、しょうもないやつ、ね、男の人多いですね。あ、ほんと。じゃあまあそういうイベントだね、やっぱ忘れのイベントだ。目立たないの黒い服自己防衛おじさんがおじさんっていうのが失礼なんです。キャラの名前がそうなんですよ、キャラ、キャラ設定自己防衛おじさんさんがです、ね、来てくれたので、すごいな、女性童貞さんとなんか自己防衛並んで立つのがちょっと恐縮すぎて嬉しいですね。なんてもいいです、嬉しいですね。現実で現実で今全て取れてよかったですか。はい、いやもう全てが来て仕事辞めても大丈夫です。松島教授です。お願いします。はい、女と喋りました。女と喋った。どうですか。女と喋ったよ。新宿です。ここら辺僕街頭インタビュー受けたところ。あ、本当だ。あ、どこどこ。行ってみようか。行ってみますかじゃあ。うん、僕から徒歩2分だ。はい。すぐすぐすぐ、そう聖地ですよね。あれ聖地なんでもないけど、全てが始まったとこですよ。え、あの時は、うん、夜勤帰りだったんですか。そうそう、朝の10時ぐらい。朝の10時。そう、放送日の日の朝ですよ。、はい、え、マジで、うん、そんな早かったんだね。そうそう、あなた放送日で前でしょ。そうそうそう、結構前。あ、そうですよね、うん、なので探し歩いたの、多分探し歩いたんですね。のあとあの、グンピーさんが、あ、やっぱやめてくれっていうのを、うん、防ぎたかったんじゃないですかね。あー、なるほどなるほど。あのなんと、あそこだ。マジで、ここっすね。そう、へえ、すごい。もう声をかけられたのがもうここら辺かな。ここだったんだね。もうこれが入ってる、これが僕の。ここです。そう。ここです。ここだったんだ。そう、ここで僕はバキバキのテレスって言ってます。いやー、懐かしいですね、ここね。懐かしい。夜勤帰りで、そうそうそう。そこから来たんです。あっちからかな。あっちから来て、で、うん、逆サイドから走ってきたって、どこから。もう向こう、向こうから。あ、向こう。ほどほどほど、ほど、ほど。おー、こうやって。うん。こうや、あ、追いかけて。追いかけてきた。今、もう一回、で、後ろから、すいません、すいません、みたいな。そう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 。それ嫌な予感したんだ。いや、まあ、それは嫌かです。基本そういうことされるときって、あの、その後ろからすいません、すいません、うん。嫌なことしかないっすよね。いや、そんなんでいいことあったっていうのは話聞いたことないです。確かにそう。一回もねえは良かったこと。た、うん、だね、いや、ここで良かった、ここもね、うん。見せられて。いや、すごいです。ここで始まった。一回一番インタビュー。始まったジャーニーは。旅なんだ、これ。どこで終わるかはまだ分かんない。まだ分かんないですね。終わりなく旅です、ね、うん、どれだよ、歌手。これこれ、僕がこれ、ビールがうめえ。甘いですね、一番うめえ。まあね、分かる、どんどんやめてくれよ。ナッツはもうあるだけ食っちまうから。買わないしかねえよ、ピーターが。ナッツで買わないよ。か、体にいいっすよ、だから。いいっすね。だからね、ナッツでいいっすよ。ね、まあ、毎日ナッツ食われてますよ。先週は隠れて食べてたんですけども、最近はもう、オープンに食ってるね。ずっと竹々しいってことだ。僕たちはお泣きにします。もちろん、篠原さんも。すごいな、一回。レスになる。そんなのじゃねえよ。
暑くな、みんなちょっと暑くなってる。一週間みんなちょっと頭冷やすよ。おかしい。そんな簡単に決めていい話じゃねえんだよ。いや、簡単な話。簡単に決めていい話じゃねえんだよ。簡単に決めていい話じゃねえんだよ。冷静に。この金どうぞ。勢いで決めていいことじゃねえんだよ。篠原さんが言い出した。あ、いいっすよとかで言っていい。勢いじゃねえよ、別に。いいよっていう。もうそんな話じゃねえだろ、オーナー金って。やんのかやんねえのか。いや、別にもう少し議論を重ねるべき。議論を重ねるよ。どうしてもいいよ。別に俺やったらね。本当にやんのこれ。別に、本当に。まあ、本当にやんの一週間マジで大丈夫。一週間は確かに。いつまで今日が、まあ、日付変わったね。今日から一週間。まあ、21まで。来週の目標までね。オナキンで人が攻撃的になるっていう実験はないのか、その論文は。そういうデータはないっすね。ないの。俺はなる気がするんだ。それは困るね。それはオナキンに甘えてやってるだけだ。うん、その時間をなんかうまく使うって話でしょ、生産的な、ね、英語の勉強しましょうよ。ね。英語の勉強いいじゃないか。ね。分かった。じゃあ、俺はやるよ、じゃあ。一週間。分かった。そうか。俺がしこってんの見つけたら、そいつに1万円払うよ。1万円払う。俺が苦しんでると助けることなく君は励ましにもう死にそうな子を助けて写真を撮ったの。写真じゃないビデオ。和樹さん。くそ。ブンビーさん、チャリなかったと思ってたんですけど、うん、あるの。ある。でも半年ぐらいほっといてんだ。なんで。空気入れるの大変だから。空気入れるの大変だから、うん、半年間使わなかった。ほら、そういう。それ毎日駅に歩いてたんですか。駅まで歩いてた。手前の苦しさから逃れるために、はい、遠回りの苦しさを味わう人間だ、俺は。その短期的な面倒くささを避けることを常に優先していたってことです、ね。そうか、そうです。その長期的な利益よりも。そうです。俺は良くない、ほんとに。だってこれ空気入れるの何分くらい ?1 分かかんなって。1分でできたものを半年間。そうです。はぁはぁはぁ。チャリっていいな。いいっすよね。うん。遅れてるから遅れてるから。なんだこれは。これ出会いになるね。喋ったこともないのにパスを回せるって俺やっぱすげえわ。サッカーってそうですね、言葉のいらないコミュニケーションです、はい、だから世界に入るんだね。そうなんですよ。童貞もそうであってほしいですね。言葉いらない童貞。うん。俺はスウェーデンの人間とこのマックっていうどこの国籍か分かんねえやつ。フィリピンだよ。フィリピンやって言うな。この二人が仲良くなったら嬉しいんですよ。この二人がめっちゃ嬉しい。俺のだって昔からの友人というかね、一緒にライブに行った人とスウェーデンから来た何もわけわかんない外人がここで一緒にパス回してんすよ。マジでサッカーっていいよな。まだ回してない。甘い。試合よ、試合。試合よ、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 試合よ。今の話。俺やってたよ、それ以外。俺もトイレ掃除しただろ。片付けなかったじゃないか。片付けたベランダ古川だろ。俺と巻き込むね。俺は掃除したよ、風呂もトイレも。お前がやってないのはたくさんのことやってきた。その過去も前例もあるだろ。30日まとめて話してもいいけど、お前はいいね、押せないよ、バットだよ。むしろこっち。いや、封印されてしまう。終わってます。終わりました。封印されて、負けてる。封印されてないです。
いやでもどうも単純に、いや、ブサイそこの話じゃないです。いや俺が、それがそんな汚してないってこと。俺が洗った、全部洗ったとしても、俺はお金請求しないの、ま、いや、正直俺もそれはそうっす。いや、それお前やんねえだろ、マジでよ。俺は時間があればやります、マジで。俺時間ねえよ、帰ってきてやったよ。思ってたまった俺忙しかったよ、帰ってきてやったよ、これって俺。なんだっけ、ね、俺が金請求した時に、そういう流れになんねえよ、絶対。俺が全部洗った。金の話だけじゃねえだろ。してねえよ。え誠意見せろっつって、別に面白くやったらいいだろ。本当に、じゃあ何歩来るっつったか、俺。あ、ね、気持ちはじゃあどういう意味今言った。いや、気持ちはうまく話すよ。で、俺は気持ちとして、本当にありがとうございますっていうふうに、LINE で、誠意を。本当にいくらいくらこれなんて言ってねえ。ありがとうございます。その時ありがとうございますって。マジで思ったから言って。本当に感謝の気持ちはあったんですよ。その後、お金の感じ。なんで俺責められてんだよ。お金の感じをめちゃくちゃ出してきたから。本当に金の感じに落ちたじゃねえだろ。めちゃくちゃ金出してきたから。マジ、待ってよ。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 俺を残してたんだよ、ね、俺とお前がめちゃめちゃ残してたんだよ。時間を考えろ。声を落とし込んで。お前がめちゃめちゃ残してたんだよ。お前がめちゃめちゃ残してたんだよ。いや、それ、いや、じゃあさすがに汚すのピーク行ったから洗って、で、俺も奈良さんも洗ったのが。そう、マジで知ってて、俺24時間ルールやってた。マジで。いや、そこ話してる。そこ知らない、俺。でも、俺は本当に感謝してる、その二人に。それは俺もそうだよ。それは言ったから、ありがとうございます。感謝しかない。どっちか、片方が喋ってくれ。感謝しかない。まず、本当にありがとう。もう1ヶ月だいいだろ。ラスト1ヶ月だからいいだろって言われたらもう、そうそう。それ思わないですか？本当の崩壊っすね、確かに。ほんと、本気じゃないってもいいじゃん。いや、そう、無法地帯、見てね。マジで無法地帯すんなやめましょう。西の方にやめようかな。ほんとここまでもう、まだするんですかマジでどう思うじゃ無法地帯やばいっすよ、シナさん。ルールとか、無法地帯っていうのは、本当に汚してればそのままでいいってことではなくて、でもそういう。まあ、僕と K さんが、そこが住むから、僕自身は、そう、どうでもいいとは僕自身は思わないですけど、この3人に関して、どうでもいいっていう思う気持ちを僕は止める権利はないです。人道派すぎるでしょ。人道派、寄り添いすぎてる。寄り添いすぎてる。寄り添いすぎる。人道派すぎます、ね。それは立派な人になる。全然しかない。落ちない、これ。多分、眠くなって終わるみんな。本当に。誰かが無言で。それはでも、この人でも一番おかしいですよ、やっぱり。いや、違う。本当に、それはそう。西の話もします？多分めっちゃ止まらない。戦争だ、これ今。それ仕方ないっす。いや、でもまあ、多分誰も俺のこと覚えてないですよ。俺は俺で。いや、覚えてるけど、しょうがない、これは。ムカつくとかもないですもんね。そしたら。今日喧嘩すごかったですよね。いや、もう、キムチアハウスが終わる直前なんで、もう喧嘩もか、ね、枯れさましてて。はい。急に喧嘩始まって。急に喧嘩が始まって、それが1時間半ぐらい続く。そう、皿洗わないで。うん。その、客人をほっぽり出して、1時間半喧嘩して。はい、喧嘩して、しかも、その皿、洗ってなかったのが、レンタルブサイクと、うん、うん、古川さん。うん。で、二人とも有罪。まあまあ、良くないと思うよ。だけど、喧嘩の内容としては、うん。じゃあ、古川さんは何割悪いのか、そして、レンタルブサイクは何割悪いのか。それについての喧嘩だったから、もう本当生産性が低かったですいや、そうなんですよ。これ、意味がないことはやっぱずっとやってるっていう。うん、らしいっちゃらしいですけどね。うん、俺嬉しかったね。やっぱ、うん、客人にあれ見せれたっていう喧嘩をね。うん、そうなんですよ。いや、僕も。ブサの兄がよ。そうなんだ。いや、いいよ、いいんすよ。そんな、我々何も思ってないけど。いや、いいっすよ。別に皿なんて洗わなくたって。うん、別に。そうなんですよ。今更。まあ、洗ってんだよね。洗ってんだ、この人。洗ってあっても僕もう一回洗いますけどね、使う前に。だって絶対なんか汚いもん。もうん、あ、信用してない。信用しないよ。来ましたね。女性が来ました。初めてですよ、こんなことは。見たことないですね。もう2年間で1回もなかったですね。4人禁制みたいな、勝手になったけど。立ち寄らないだけだけど。はい。ああそうですね。で、僕はまあまだ話してるだけなしで、
古川仮病で会わないですから。すごいですよね、うん、体調不良とか言って出てこない、うんうん、なんで裸なんですか。確かに良くないな、女性が来てる時で裸なの良くないな、ドキュメンタルとして。俺がカチコチ TV になりすぎて、ちょっとよくないですよね、うん、普通によくねえわ。もてなしとしての読まれと。あ、はい、すみません。食べます。あ、できました、はい、すみません、うん、お願いします。すみません、いただきます。いただきます。大根もかなりいい感じ。いい感じですね。三鷹吉祥寺怖くなっちゃうじゃないですか。そうですね。じゃあ野方戻ってきてくださいよ。野方、いや一回行ったとしたらしんどいですね。一回行ったとこは三鷹くらい、うん、なんか自然があるところだと思って。三鷹にしちゃった。たまにしか出ないんだ。おお、はい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 、うめえ。よかったよかった。うまいっすね。おいしい。ちょうどいいや。これおいしい。うんめよ。うまーい。大きいかこれ。あ、閉まってますね。肩は良くない太り方してますね。そうなんです。肩にやばいですよね。マックスそこでしょ。お願いします。立ち位置大丈夫ですか。立ち位置こんな感じですね、うん、なるほどね。いける。いやー、じゃあとりあえずガー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 
グンピータのつみで、グピミです。お願いします。いや、何かありますか？何か？何しゃべる？なんか、あまりにも素敵だから見とれちゃった。おはやった見てやってください。え私のボディに見とれたこの女の子。私のボディに。え見とれた女の子。見てください、このボディに。えあなたも素晴らしい体で。本当え素晴らしい。え、ボンのキュンのボンで素晴らしい。出ていないで、全然出てない。出てるよ、触ってみて。あ触らせていただこう。うん、あ全然出てない。私もいっぱい出てる。素晴らしい。素晴らしい女性だ。アンザン柄だ。え素晴らしいよ。確かに、いろんなおみくじ引いても、アンザンのところはアンザン。あ素晴らしい、実は。アンザン型のタイプだ。え私はね、こういう女性探したんですよ。え、本当に、嬉しい。どうだい私、こういうふうに一緒に、一線間に合うっていうのはどうだい一線って何一線間にましょう、一線ね。一線って何熱いファイト。熱いファイト熱いファイト。どうしようかなぁ。そうですよ。熱い。最悪だ。最悪だ。最悪だよ。君は才能があります。ワンキューボンの素晴らしい。最悪だよ。あらし。ついに僕がスウェーデン帰ることになってしまいましたね。いや悲しいですよ。悲しいですね。帰らないでくれ。いや帰らなくていいだろう。そりゃ僕も帰りたくないんですよ。ただしょうがない。珍しいよ、珍しいよ。しょうがない。まあこれはあなたにあなたの人生があるから、生活があるからね。うん、まあこんなとこであれですけど、もうピーターも明日で帰るんで。はい、プレゼントは？あ、ありがとう。ありがとうございます。もう別に大したもんじゃないですけど。はい。これですね。本を。うん。本なんですけど、よかったら。あ、ありがとう。うん。ここはね。じゃあちょっと開けてみます。うん。うん。おー。息の構造。あ、息の構造、そうですね。息の構造。息の構造。そうですね。なんか疑似恋愛の話になった時に。あ、はい。日本には疑似恋愛があるみたいな。海外にはないっていう。その時に、ひょっとしたら、
行きと似たような理由なんじゃないかなと思って、うん、日本には行きっていうのがかっこいいっていう、はい、で日本人にもあんま説明できないんですけど、なんでしょうね、諦める諦めがいいことをちょっとかっこいいと思うというか、あし、なんかちょっとね、誘惑誘うというか、例えば、ね、色恋とかも変にやりすぎて野暮っていう、野暮になる、良くないと思われてる、うん、なんかね、要は疑似恋愛って絶対に付き合えないわけじゃないですか、アイドルとかメイドさんとかって付き合えないってファンの人も分かってるんですけど、うん、分かってても応援するんだ、好きだって伝えるんだっていう、この二律背反性というか、うん、この矛盾が多分日本ではかっこいいとされてるんですよ、この矛盾を。あ、その矛盾のことを生きって言うんじゃないかなと思って、ちょっとピーターに研究の一個として、ああ、よかったなと思って、生きの構造という、 ありがとうございます、哲学書ですけど、すみません、読ませていただきます。英訳があったけど超高かった。いやいや、無理だ、英訳じゃない方がいいですよ。そうか、こういうのはだってニュアンスが伝わらないですよ。そう、翻訳したら、ありがとうございます。よかったよかった。わあ、うまそう。いいですね。あれから一番驚いたのは、レンタルサイクルだった。え、あんな不潔なやつじゃないっていう話をしてましたね。不潔さで、まあ、その、不潔さに対するプライド自分が一番不潔だぞ、みたいな。そしてそれで、少しでも他の人が不潔なことをすると、もっと不潔なことをして、なんだろう、その1位っていうの地位を守ろうとして、何か勝ちたいんですね。そんな意識はあんのかな、だと思いますけど。じゃあ、また、レンタル。はい。ピーター、お疲れ。また。また。ありがとう。来るんだぞ、日本に。日本代表の気持ちは。日本代表は。レプセンじゃから。レプセン。もう言うことがない。こんな贅沢な時間を過ごせて。感謝だ。ではみんな。どうか。おうおう。達者でな。ああ。元気でな。みんな、まだ。俺の名前はバキバキドーテ、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時解答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキドーテ。